8種目ということで今回はトレーニングからいきたいと思います。1種目目はインクラインベンチプレスということですね。スミスマシーンでちょっとストレッチをイメージして行っていました。まあ、ストレッチをメインとして行っていくことによって大胸筋がより パンプアップするような感覚があるので、日によって変わるんですけども、まあ、こうやってマシンを先に使うこともあります。そしてですね、今僕はですね、声が終わっております。喉をやられてしまいましてですね、声が変わってしまいました。ということでですね、すごい喋りにくい声にはなっているんですけれども、このままアフレコを続けていきたいと思います。ということで。で、ちょっとね、痛めたっていうのもあったりするので、可動域としてはちょっと狭めで行ってます。普段は胸まで落とす勢いでやっております。 で続いてですね、この僕の大好きなマシンですね。僕がいつも一人でやってたダンベルフライのフォームにすごい近い軌道でマシンでできるということで、なんでマシンでやった方がいいのかっていうところなんですけど、ダンベルだとどうしても負荷がですね、収縮ポイントの時に抜けてしまうから、できればもうストレッチをかけるっていうイメージでやってたんですけど、マシンでやると、 収縮ポイントでも収縮し続けるし、ストレッチポイントもしっかりとストレッチが効くということで、だから両方効くってもう最高じゃないですか。ということで最近はダンベルではなく、このマシンを使って行っております。もうね、このマシーンが僕、今まで触った胸のフライ、ペクトラルのマシンとかもあるんですけど、もう一番効きますね。 どんなものよりも効きます。でですね、ちょっと他の種目とかもやってはいるんですけど、人が多いという問題でね、あんまり取れなかったので、今回のトレーニングはこれにいて終了するんじゃないかなという風に思います。チェストプレスは。このチェストプレスがですね、めちゃくちゃ、ワイドチェストプレスなんですけど、効くときとね、効かないときとあります。で、やっぱり、なんかもう一個背中丸めたいなって思うんですけど、ちょっとシートがしっかりと倒れすぎてるんで、ちょっと下部に入りそうな感覚を感じながらチューブを狙っております。で、もうね、この軌道でもうちょいシート立てて、 くれれたらもうう完璧やのにななと思んんんででですすけどなんでこれ倒してて作ってるんですかねちょっとこのマシンメーカーにちょっと僕はもうちょっと椅子を立てたものを作ってくださいってちょっと言いたくなってしまいますねまあでもストレッチはすごい効くマシンなのでさすがワイドチェストプレスやなっていうふうに思いますはい食事ですねオートミールにウエハースそしてお昼には白米1号に。 玉ねぎ、もも肉を使って炒めたものを食べてます。で、これね、トレーニング前の食事ですね。羊羹ウエハース2つ、そして、大阪喫茶店ミックスジュース、小原さんコラボのプロテインです。でですね、トレーニング終わって夜帰ってからは、このまた煮込みうどんを食べてました。野菜と胸肉が入っております。 その後に増水もしております。で、続いての日の朝ごはんに関してはこんな感じですね。またオートミールにちょっとブルーベリーを入れて残ってたウエハースをまた2ついただいております。で、続いてですね、胸肉を使って塩コショウでほうれん草と一緒に炒めたものですね。にキムチと一緒に添えて食べてます。で、夜ご飯は煮込みカレーうどんですね。うまいこれが。うどんの後には米を入れて食べております。 続いてですね、28日、これ出張に行く日ですね。この出張に行く日は僕はですね、まずはファミリーマートで売ってある、この二色丼みたいなものを食べてます。これは PFC も優秀なんでね、いつも大体朝ごはんを忘れた時はあれを買っております。で、車で山梨に向かうというところで、移動するときにこのサーモンの寿司を食べました。久しぶりに食べたらやっぱ美味しいですね、これ。匂いすごいですけど。でですね、途中でですね、サービスエリアで、うどんを食べております。 明太釜玉うどんですね。久しぶりに食べました。うまいなと思いましたね。で、続いて夜ご飯はですね、泊まったホテルの下にお店があったのでそこで食べたんですけども、茶そばとマグロ丼のセットのものにしました。シンプルに美味しかったです。でですね、カロリーが足りなかったということでですね、 思って食べたんですけど、割とカロリーはしっかりと取ってたみたいです。で、最後に寝る前に、この、コンビニに行った時にね、プロテインを飲んでおりましてですね、多分カロリーはもう少し高くなるんじゃないかなというふうに思います。で、それプラスアルファ、この、せんべいですね。このせんべいうまいけど辛い。もう胃もたれするんちゃうかぐらい辛かった。本日はですね、山梨県に来ております。ということで、ご飯はですね、不節制というかね、ちゃんと意識はしたものの、カロリー不足なんじゃないかということで、 ウェハースを2つ写真撮ってないんですけど、食べてます。で、かつ最後に、めっちゃ硬いあのせんべいなんですけど、これのわさび味があっちょっと買ってみました。1袋でなんと147キロカロリーしかなくて、脂質が0.4なんでほぼゼロですね。まあ、これを食べて今日の食事は終了かなって感じです。あとプロテイン2杯も飲んでます。だいぶ体はね、よくはなってきたんですけども、もっとこれから良くなっていくように調整はしていきたいと思います。続いての朝ごはんですね。 で、ビュッフェでですね、米、だいたい 250g ぐらいかな。入れております。それで、サラダはですね、これ、青じそドレッシングをかけております。で、ね、で、お漬物大好きなんで、お漬物もいっぱい添えつつ、親子丼の上の部分ですね。それと、大根の煮付けみたいなものと、卵焼きとひじきと、麻婆豆腐と、ロールキャベツと、鮭を食べています。すごい彩りいいね。健康食品って感じ。 で、お昼はですね、ちょっとね、ほっかほか亭で買ったもので、一番カロリーの優秀なものは何かと思っていろいろ見てたんですけども、こののり弁が一番優秀やったということで、のり弁を食べました。美味しいね、のり弁久しぶりに食べたら。でも僕には足りなかったです。その、足りなかったんでね、お腹空いてたんで、ちょっと夜ご飯の前にですね、もう、 揚げ物食べちゃったし、今日は食べちゃおうぜっていうことですね。僕はですね、あの、モスバーガーに行きまして、ずっと気になってたヤンニョムチキンバーガーを食してしまいました。でもこれカロリーで、実はね、470キロカロリーとかでめちゃめちゃ優秀なんで、意外と減量中でも食べれちゃうね、バーガーということで、モスバーガーカロリー見てるとすごい優秀でしたね。で、夜ご飯はですね、なんと、 なんと、なんと、こんな近くにですね、この馬肉のね、丼があるということでですね、行きました。なんと、見てください。これ、僕、大盛りにしたんですけど、これ、1150円でこれ食べれてるんですよ。すごくないですかめちゃくちゃ安い。 もっと前からこの場所ね、気づいてたらもう多分毎回出張で来るたびに食べてると思います。これしかもね、馬肉ね、全然臭くなくてめっちゃうまかったんですよ。もうこれめちゃくちゃうまかったんですよ。もう一回言っときます。めちゃくちゃうまかったんですよ。米はですね、これおそらくね、1合どころじゃないぐらい入ってましたね。2合近く入ってたんじゃないかぐらい。一応450でカロリーは出してるんですけども、めちゃくちゃ米は多かったです。大盛りじゃなくて並盛りでよかったかなと思っております。でですね、もうせっかく食べたんやったら、と。亡くなる前に食べたかった僕の大好きな肩揚げ ポテテトの仙台牛ステーキ味というね、あの、過去に牛ステーキ味みたいなものを、コンビニに並んでるものすべて買い占めたぐらいもうね、この唐揚げポテトの牛シリーズめっちゃ好きなんですよ。もうこれを見つけた時に一回ぐらいは食べときたいなと思ったけど、もう食べんとこかなと思ってたけど、まあ、不摂生になったんだ、もう今日食べちゃったらいいやんっていうことでですね、余裕のある今のタイミングで食べておきました。美味しかったです。 実はこれ以外にもスーパーカップのあのなんかコーヒー味のアイスクリームを食べております撮影が終わりましたちょっとね晩御はまで時間があるのとあとは僕がですね今日はご飯が全然食べれてないカロリーが足りてないということでね昼ご飯にあのホッカホカ亭の海り弁を食べたんですけど思いのほか量が少ないかつカロリーを調べてみると割と少なかったということで今日1 0 0 0キロカロリーちょっとぐらいしか食べてないじゃうかな。1300ぐらいかなっていうのもあったんでちょっとチートミールですねで,でん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  モスバーガーのヤンニョムチキンバーガーを買ってみました普段ね食べないん、ね、でち,ちょっと食べてるところを取れたらなと思いますめっちゃ匂いい匂いい,いただきますうん、ま <laughs> あーいい 辛さい,いうまあほぼ2か月ぶりじゃないかなバーガーこれ美味しいヤンニョムチキンバーガー期間限定やから皆さんぜひ楽しんでみてください 出張最終日、帰変えるだけなんですけども、これ僕はあの、前日と同じものの写真を撮ってます。大体こんな感じなんですけど、内容は結構変わりました。ただですね、写真がなかったね雰囲気として今この写真を使っております。まあ、カロリーとしては前日とほとんど変わらないような内容になってまして、大根、ロールキャベツ、麻婆豆腐とか、 もうそういったのは何もなく、まあタンパク質を摂るために納豆と卵生卵で納豆卵かけご飯を食べましたね。な、量としてはこの時よりもちょっと少なく見えるんですけど、カロリーとしてはほぼ一緒かな。ちょっとタンパク質高いかなぐらいの食事にしています。でですね、お昼ご飯は親子丼を。 波盛りで食べました。もうね、前日いっぱい食べたから今日は食べんとこうと思ってね、これを食べたんですけども、実はですね、ここのね、サービスエリアにはですね、エビセ工場みたいなものがございまして、エビセ広場か。そこにあったミックスエビセみたいなね、いろんな種類のエビさんが入った袋を買ってしまいまして、一袋全部食べると1200キロカロリー近くかかるんですけども、私これちょっとね、帰りの運転しながら、 ほぼ全部食べてしまい、トレーニング前にも全部食べて、一袋全部完食してしまうということですね。ここでなんと1200キロカロリー近く、プラスアルファされております。で、まあ夜帰って、トレーニング終わったんで、その後にうどんを食べて、増水をして終わっております。はい、出張から帰ってきました。ということでですね、本日、ちょっと写真撮るの忘れてるご飯がちょこちょことあるんですけど、だいぶカロリーとしては不安定な一週間かなーっていうふうに思います。まあ明日からはしっかりと調整できるんで、 調整していけたらなという風に思ってますさあ切り替えて頑張りましょう背中のトレーニングやっていきたいと思いますなんか最近背中の調子もねあんまりよろしくないんですよね変な怪我が原因でですねちょっとあんまり調子を良くしていないですはいこのトレーニングもですね大円筋にもろに効いてたはずやのになんか最近ちょっとマンネリ化してきたのか なんか、もう一歩足りへんなーっていうのがちょっと続いてます。誰かとね、一緒にするときは人に見られてるっていう意識でやるんで、めちゃくちゃなんか聞くんですけど、一人でやってるとどうしても何かね、フォームが崩れてるんでしょうね。何か物足りないまま終わってしまいます。まあ、聞いてるは聞いてるんですけどね。でもやっぱ最近は左右差をすごい感じますね。 で、僕の大好きなローイングのマシンです。これね、ローイングのマシンなんですけど、動画の撮ってるポジション的にですね、ちょうど見てほしい肩甲骨の寄り方がですね、プレートによって隠されてるというね、見えない。はい、見えないですね。どうしようかなと思うんですけども、まあこれはですね、バックポーズを撮った時にしっかりと背中の厚みっていうのを意識しやすいように、ポージングを取りやすいようにするために取り入れるようにしてるんですけども、もうこれがね、思ったよりも効きますね。でも僕のわがままを言うのであれば、椅子もうちょっと上がる。 よううにしてくれたらもう最高やなと思いますねでもめちゃくちゃいいです。これもね、引き切るとね、ちょっと軽くなるんですよ。でもね、引くタイミングはめちゃくちゃ重いんですよね。重量をしっかりとフルで感じる感じです。続いてはですね、シーテッドローということで僕は結構これね、80キロ分回してから40キロで丁寧にやるっていうドロップセットで行いました。だからね、ぐーんと引いて、とにかく肩甲骨を出してゆっくり戻すようなイメージでやっております。 でこのローイングをやってると僕徐々に背中が赤くなってくるんですけど僕体質的に背中にニキビできやすくてですね背中のトレーニングの時はだいたい終わった後背中のニキビがやたらとなんか増えた感じがするんですよね もうこれはもう体質ですね。米の血が僕のニキビをもういっぱいね、出してくるんですよ。もう鬱陶しいこのニキビができる体質。でもやっぱこのニキビっていうのはちょっとよろしくないなって自分でも思いますね。肌が汚くも見えてしまうんでね。不潔にも見えてしまうんでね。このニキビがどうにかならへんかなと思いながらいつもこの背中のトレーニング見てる時に背面を見てる時は、背中汚ねえな。背中汚ねえなと思いながら見ています。でも減量してね、末期になってね、絞り切れる時にこのニキビたちはなぜか消えていくというね、不思議な現象により、あの大会の時にはすっごい肌が綺麗なんですよ。 まあすごい余談をしておりましたがしっかりとねシートローでは寄せてゆっくりと戻す寄せてゆっくりと戻すもう疲れたらちょっと休憩っていうようなやり方でやっています。 では僕の肉離れしてしまったワンハンドローイング久しぶりにやろうと思いますということですね。あんまり重たいのはもうね40キロとかでやるとやっぱ肉離れ怖かったんでちょっと持ったんですけど、あ、よろしくないと思ったんでちょっと30キロぐらいで丁寧にやっております。でもやっぱなんか、 聞くは聞くんですけど、なんか一歩足りひん、もっと重量持ちたいなと思いながらもちょっと我慢して30をできる限り丁寧に、丁寧に丁寧に入るように意識しながらやっております。最初このフォームでやってるんですけど、途中からですね、ちょっと体勢をですね、手をつく位置を低くして、もうもろ背中に入るようにちょっと意識してやりました。 はい、ということで、その日の朝の食事なんですけど、オートミール、ブルーベリー食べています。トレーニング終わった後にもうご飯作るのめんどくさい。ということでですね、すき家のそぼろ丼をですね、大盛りで食べております。でですね、そのままですね、そぼろ丼を食べたら家に帰って愛犬を連れて実家に帰りました。で、生態を久しぶりに受けたんですけども、生、ま、態、あ、終わってから帰りに業務スーパーに寄りましてですね、イカの姿焼き。 を買いました。で、まあ、糖質足りへんかなと思ったら、家でですね、家族がですね、コストコに行っておりまして、小さいフロスティーがあったんでね、コーンフレコ食べて、うまいですね。久しぶりに食べた頃、もうお菓子ですね。で、業務スーパーで買った、クジラの刺身をですね、ちょっと半分は焼いて、半分は刺身でいただきました。感想でいきますと、うまい、うん、刺身で食った方がうまいですね。あの、焼くより刺身の方がうまいなと思いながら、ちょっといただきました。幸せでした。米はイチゴです。 本日は朝ごはんをね、取り忘れたんですけどうどんを食べました夜ご飯ラストはこちらを使っていきたいと思いますクジラ肉クジラの赤肉なんですけど刺身用で買ったんで半分刺身、半分焼肉みたいな感じで食べていきたいと思います サンデー、日曜日のトレーニングを行っていきたいと思います。なんとですね、この日はなんかすごい調子がいいなと。前日にコンディショニングをしてるからっていうのもあるかもしれないんですけど、なんかパワー出るな、クジラの肉のおかげかなとか思いながらやっておりました。で、80キロでインクラインベンチを行ってたんですけども、なんか思いのほかめっちゃいけるんですよ。しかもめっちゃ効いてる感覚あるんですよ。うわ、これは革命が起きてるということでですね、しっかりと80キロで上がるだけ上げていったんですけども、 もうね、この時に僕は、あ、胸トレ成長してきてるわーっていう、すごい嬉しい気持ちになりました。すごい嬉しい気持ちになりましてですね。なんと、この80キロを挑戦した後に100キロ上がるんじゃねっていうことですね。ちょっと100キロに挑戦します。これ多分おそらく100キロに挑戦してる動画かもしれないです。じゃなければ何かわかんないんですけど、 おそらくこのプレートですね、後ろについてるのが20キロの後ろにですね、10キロつけて5キロ5キロってつけてるんですよ。で、これ100キロに挑戦しているんですよ。なんと、100キロ上がるのか上がるのか上がるのかすごい頑張って、ほら見てください、お尻も浮かずに頑張って上がりましたよ。新記録、100キロ、インクラインベンチ100キロ、ついに上がりました。ここで僕は調子に乗ってやるのをやめて、ちゃんと落として丁寧に最後追い込みました。 はい、続いて僕の大好きなインクラインフライのマシンです。もうね、これ本当に効く。本当に効くんです。みんなにやってほしい。でもね、これね、苦手な人は苦手みたいで、僕はめちゃくちゃ効くんですけど、これ効かない人は全然効かないらしいですね。なんかもう、いや、これわからへんわーっていう人もいるんですけど、僕はもうね、普段からやってる軌道がこれに近いから、めっちゃやりやすいんですよ。ダンベルで定まってない軌道なのに、これはもう定まっちゃってるんですよね。逃げるにも逃げれない。 もう最高なんですよ。でも、死いて言うと、ストレッチかけるときに、このグリップがですね、角度が変わらない分、角度をいじるっていうことはちょっと正直難しいっていうのは、ちょっとデメリットとしてはあります。それでもやっぱめちゃくちゃいい。なんて言っても収縮で入るのはね、すごく嬉しい。 感じです。だからこれね、プレートすごい重くてですね、10キロプレート1個ずつつけたら大体もうみんな限界やっていうぐらいなんですよ。まあそれに僕は2.5キロもしくは5キロをその時の調子によって付け替えたりして増やしてますね。でも8レップぐらいしかできないんです。そうなってくると。10回できないっていう。で、またこのチェストプレスのマシンですね。もう僕最初にインクラインベンチでベンチをやってしまうと、普通のベンチプレスチューブや,れどやろうにも、全く上がんないんですよ。もう疲労が勝ちすぎて。 で僕、あの、動きを見てもらったら分かるように、胸トレの時のペースめっちゃ遅いですよ。1レップにかかる時間がね、みんなの3レップ分ぐらいの時間使っちゃってるんですよ。だからめっちゃ遅いからめっちゃ疲労溜まってるんですよね。まあ、その分ね、ちょっとあの重量低くても、ちょっとずつ胸は成長してるなっていう風には実感してるんですけども、まあそのぐらいのイメージでずっと押しております。このマシンもね、もう、効くは効くんですけど、なんかちょっと可動がもう一歩、もう一歩いじってほしいなと思ってしまいますね、いつも。 だから僕が一番好きなチェストプレスのあのハンマーストレングスのオーソドックスなチェストプレスのマシンを置いてほしいですねあのマシーンを毎日触ってたら胸絶対成長するそれはもう言い切れるということでご飯ですねこちら朝ごはんにはもも肉を使ったキムチ丼を食べましたで次は胸肉を使ったいちごご飯とキムチ塩胡椒炒め 食べてます。夜ご飯はですね、久しぶりに地元の友達とですね、温泉に行こうぜってことでスーパーセント行きました。人多すぎてびっくりしましたね。こんな人おるお風呂に入られへんやんっていうぐらいね。なんで日曜日でもこんな人おるかと思ったら、学生が春休みなんすね。そういうことです。そういうことで人がいっぱいいたということでですね、さっと温泉を出て、すき家のね、チラシ丼を食べに行きました。これはですね、カロリーも今日足りてなかったなということで、とくもり食べております。うまかった。でもね、この時ね、うまかったんですけどね、 冷凍のまま出てきたんです。だからね、マグロとイカね、シャキシャキ言いながら食ったんです。すごいもうなんか気持ち的にね、もっと解凍してって思いました。ということで、今回の今週の動画はこれにて以上になります。また来週も応援お願いいたします。